増えるかもしれませんよ。そうですか。現在千葉第6位です。いや5番になりますね。これから千葉行きますよ。追っていきたいところ、千葉懸命に追っていって追っていきたいところ、バックストレートに入って第3コーナー、その後ろ千葉あと2あ3メートルですね。3メーターです。前の1人をできます、まあね、周回遅れを1人抜いた上にもう1人、今度は本物、前にいる人を1人抜きたいところ。千葉まもなく5位に上がろうというところ。さあ先頭集団中国航空か、懸命にリベイルか、リベイル航空かか、リベイルだ、リベイル逆転、リベイル逆転で、あと10メーター、5メーター、リベイルが今逆転した。リベイルゴールイン、金メダル。そして第2位は中国航空か、リベイルガッツポーズ。第2位は航空か、世界記録保持者をリベイルが逆転しました。そして今千葉雅子が6番目、はい、6番目です。6番目です。30メーター20メーター、惜しい。16、17、18、19、日本の千葉雅子今6番目でゴールイン。いやー惜しいですね、はい、いやでも6番は立派ですね。日本の千葉雅子はこれで決勝種目入賞しました。このトラックで入賞したというのは1964年の東京オリンピックの 80m ハードルの与田彦選手以来の出来事でやります。そうですね、川上もね多分8番ですよ。今川上8番。そうです、千葉雅子が6番で川上が第8位、あ第7位か、そのあたり、まあ、これは8番以内に入ってます。そうですね、はいはい、順位はこの後確定したらはっきりお伝えします。千葉雅子は昭和39年の東京オリンピックの与田彦以来、トラック種目では久々入賞を果たしました。第6位でやります。それにしても最後の優勝争いはポルトガルのリベイロと中国の王軍下の熾烈極まるところでやりましたが、最後の最後を直線抜け出しまして、ポルトガルのリベイロが逆転で優勝でやります。